やばい。時間よ。はい、こんにちは、クレッチョチャンネルです。本日もカミカミ解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日はラウンド1新作サラブレッドコレクションライスシャワーというタイトルでお送りしていこうかと思います。それでは参りましょう。はい、ただいまプレゼント企画実施中です。締め切りの方は7月22日土曜日ですね。こちらのサムネに詳細ありますので、ご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日は皆さん大好きサラブレッドコレクション最新作ですね、ライスシャワー、名前しか知りません、すいませんがね、狙っていこうかと思います。でね、これ私、これいつもの店舗ではありません。ちょっとね、視聴者さんのおすすめされていた店舗にちょっと寄ってみたんですね。ちょっとたまたまライスシャワー取ったんで狙っていこうかと思います。はい、でね、その方からはね、情報ではね、なかなか有料店ということをね、お聞きしてたのですが、ですがなんですが、これ見てください、シールドね、まあまあ、あの立ってんだ別です。ラウンドワンさんだけで行くと気持ち高め。はい、私もちろん私のね、行っているラウンドワンさんがね、かなり有料店っていう大前提での話なんですけどね。でシールドちょっと高めっていう感じですね、うん、というわけで、あとはね、パワーとかもちょっと設定とかもね、チェックしながら狙っていこうかと思います。はい、でね、サラブレッドコレクション、皆さんおっしゃる、あの知っているかと思いますが、攻略法はタグと騰落、この2つですね、を狙っていこうかと思います。でこれね、ここからはね、とりあえずね、タグ狙いでね、下半身を振っていきました。はい、というわけでいい感じですね。これね、可動域ね、かなり奥までありましたんで、タグ狙っていきます。ただね、これね、お尻の奥で見えないプラスアームがちっちゃい、そしてめちゃくちゃ奥なんでね、かなり目測難しいですが、さあどうでしょう。これ来ました、一撃突っ走。これはなかなかね、私自分でもね、よしってなりますね。でこれはもう紙タグ入ったんで、もうゲットですよね。はい、というわけで安心して見ていきましょうか。このままね、クイクイクイって引っ張って入って、そのままシールド、おっと、まさか、まさかシールド超えない、シールド超えない、うわっ、やっちゃいましたね、シールド超えなかった、長すぎましたね、残念。はい、というわけでね、一旦初期位置していただきました。今のはね、確実にゲットしたと思ったんですがね、うん、もしかしたらね、シールドの高さが少しあったんでね、景品がね、ちょっとこう超えれなかったかもしれませんね。はい、というわけで攻略し直そうかと思います。でまずね、先ほどいい感じにね、狙えたので、まず下半身狙おうと思ったのですが、若干これ失敗ですね。で今度はね、まあ騰落もね、引っ掛けもちょっと良さげなのでね、ちょっと狙っていこうと思うので、まず真ん中を持ってね、ちょっとこうぐんと動かしていこうかと思います。さあどうでしょうか。ここからは運ですね。まあお尻を向けばタグ、頭を向けば騰落っていう感じで狙っていこうかと思います。さあどうでしょうか。これおっと、まさかのまさか。はい、無事にマッチョが確率でゲットです。はい、リプレイで見ていきましょう。やっちゃいましたね、確率でした。まあね、はい、正直予兆は分からなかったです。このね、大きくて、アームが1個しかないだよね、結構ね、いろいろ話を聞くとね、戻った際にアーム開くの遅いみたいなんですね、そもそもが。はい、で私それを踏まえた上でね、あっちこっちこう見てた時にね、実際遅かったです。確率が来てないのにね、アームが開くことが遅いっていうパターンだったんですね。でまあまあ、なのでちょっと確率の予兆では気づけず、そのままとりあえず真ん中持ったらまさかの確率。はい、というわけで、まあ600円なんでね、沼っちゃう前にゲットしたんで、これはよしとしましょうか。はい、というわけでね、すいません。はい、というわけで続いてこちら行こうかと思います。こちら、イクイノックスですね、狙っていこうかと思います。これね、前回のね、サラブレッドコレクションですね、狙っていこうかと思いますが、とりあえずね、これいい感じに下半身向いているので、先ほどと同じようにね、下半身をいい感じにこうね、ちょっとズリズリしながらね、タグを出していこうかと思います。はい、で今度お尻がちょっと奥に行っちゃったので、まあ下半身を振るイメージですね。奥、右アームで奥からこうスンとね、引き上げてこれたらなと思います。さあどうでしょうか。これはまあ、これも可動域あるんでね、タグが出ればいつも狙える状態にはなっておりますんで、さあどうでしょう。わーっと、これ今かなり良かったんですが、タグがこれシールド内側に入っていますね。うん、どうしましょうか。
まあ、ただ狙っていきましょうかね。一応見えているんですがね、さすがにシールド内側なんでね、これは難しいと思うのですが、まあ狙いましょうか。あっとこれお尻尻尾で見えておりませんが、さあどうだ。あー入っておりませんね、残念ですね、失敗です。というわけでね、今度タグがシールド内側に入ったので、内側じゃないです、フィールド側ですね、フィールド内側に入ったので狙っていこうかと思います。まあちょっと難しいんですがね、まあ奇跡入ればね、奇跡っていうかね、運任せになっちゃうんですが、入ってしまえばね、そこはゲット可能なんですが、残念ながらこれちょっとね、タグの位置が悪いです。はい、というわけで今度は、腹帯ですね、腹帯に引っ掛けて、ここのね、大重さんのお腹にしているこの背番号ですね、背番号のところの紐の引っ掛けていこうかと思います。これ設定ね、パワー、爪の角度どっちもバッチリなんで、さあどうでしょうか。これ背中のところにぶっ刺して、ああ抜けちゃいましたね、うん、残念ですね。ですが、まあ下半身を振るというところに関してはね、触れております。ただね、タグがなかなかいいところ出てきません。もう一度いきましょうか。まあ、正直ね、サラブレッドコレクション、私攻略としてはタグとね、当落にぶっ刺しのこの2択なんですよね。寄せでゲットとかあまり正直ないんですよね。ですなので、その2つをどちらかね、うまいこと使っているのですが、さあどうだ。おっとこれは来たんではないか。お尻をふわっとシールドに乗せ、さらにタグが丸見え、最高のポジションです。いきましょうこれ。はい、というわけでね、タグ狙っていくのですが、さあどうでしょう。一発で決めたいところ。おっとこれはどうなんだ。あーっと入っていい、危ない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 、はいはい、危なかったですね。タグどっか行きそうでしたね。はいはい、というわけでもう一度狙っていこうかと思います。もう一度ね、タグ、ただこれもシールドにね、いい感じにこうね、引っかかって真上向いております。もう入れてくれっていうワンばかりに上を向いているので、ここしっかり決めたいとこなのですが、はい、ずっぽし、2発目でずっぽしです。さてこれ先ほど同じパターンです。さてここからどういった反応を見せてくれるでしょうか。引き上げてこい。おっとこれは、おっと、もっと、チューブラリン来ましたね。はい、というわけでマッチョが無事にチューブラリン引っ掛けでゲットです。リプレイで見ていきましょう。これ完璧ずっぽしでしたね。でここから先ほどね、シールドが少し高かったね、重さ引っかかっちゃったんですが、今回はギリギリですが超えることができましたね。はい、というわけでイクイノックスまさかの800円ですね、ゲットです。はい、今日は重さん尽くしていこうかと思います。で今回ちっちゃいミニクレのね、やっていきます。まあこれはお遊び程度で狙っていこうかと思います。とりあえずね、真ん中狙っていきましょう。まあ設定チェックですね。さあでもね、正直ね、このサイズ一番私好きです、可愛いんですよね。はい、というわけで狙っていこうかと思います。はい、で1回掴んだんですが若干ミスっております。もう一度いきましょうか。もう一度真ん中を持って狙っていこうかと思います。さあどうでしょうか。まあミニクレはね、正直あんまり攻略法というのはないんでね。さあどうでしょう、これいい感じでアームが絡んでおるか、来たか来たか。おっとちょっとぶん投げてくれましたね。惜しいです惜しいです、今のいい感じでした。はい、というわけでもう一度いきましょう。まあ一応ね、このね、サラブレッドコレクションはね、一応ゲートがあるんでね、そこにね、こうアームの回転をね、読みながらさせていこうと思うんですがね、まあまあまあ正直難しいんですよねこれね。はい、というわけでこれは、あ、残念、アームの向きを読めずに失敗ですね。一応ね、このね、なんていうんですか、緑色とグレーのこの間、足元ですね、大間さんのお腹というか足元ですね、あそこら辺にね、アームをさせたらなと思いながら言っておるのですが、これもミス。本当にこれね、アーム読むのむずいんですよ、めちゃくちゃ。はい、というわけで続いて3回目、3回目には決めたいところですが、さあどうでしょうか。アームの回転、来た、狙いどころ入ったぞ。さあってここから持ち上げてこい。おーっと、はい、無事にマッチョがちっちゃいミニクレを攻略です。はい、これ右アームしっかり完璧にアームを回転読みました。そしてそこにぶっ刺さってからですね、ここのアームと景品が絡みながら持ち上げて、最後ね、やっぱりね、ちょっとぶん投げる設定だったんですね。はい、というわけでさすがで設定も良かったということで、見事に500円、まあ全然500円だよね。はい、500円でゲットです。はい、というわけでね、本日は、サラブレッドコレクション、大重さんシリーズという感じで動画を制作してみました。この動画がね、気に入っていただければ、いいね、チャンネル登録、コメント、お待ちしております。はい、よろしくお願いします。
それではこの辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。